シフトカー集合。シフトカーの力でタイヤ交換。好評のパート1に続き第2弾をお届けしよう。ニュータイプにニュータイヤ、そしてニューライダー、全てにおいてグレードアップされた映像でドライブをおさらいしよう。さあみんな Are you ready? Let's タイヤ交換フェスティバル Part 2。まずはドライブの基本フォーム、超速な選手、タイプスピード。タイヤ交換マックスフレア。燃え盛る炎のタイヤを装着。パンチもキックもあっちっちかもね。ミッドナイトシャドウ。赤いボディに入る紫のタイヤがグッド。切っても手裏剣、投げても手裏剣。ファンキースパイク。トゲトゲがなんとも痛々しいが、激しくダイナミックなタイヤだ。アウチアウチアウチ。ジャスティスハンター。わお、これはお鍋の蓋。え、マンホール。何、焼肉の網しか見えないだと。まあ好きにしてくれたまえ。スピンミキサー。タイヤ召喚。おっと、どうやら重いらしい。だがコンクリを飛ばす。そして固める。マッシブモンスター。ああ、怪獣の口のように鋭い。もし噛まれたら、ノー、私は怖くない。怖くないぞ。ドリーム・ヴェガス。夢のラスベガスへ。ルーレットスタート。おお、ラッキーセブン揃った。ディメンションキャブ。このタイヤは男の夢を叶えるアンビリーバブルなタイヤだ。諸君欲しいか、欲しかろう。ドライタイプワイルド。さて、続いては超人的な馬力を備えた黒く光りしドライブ第2のボディ、キングオブパワータイプワイルド。ようやく強そうなタイヤが登場。黄色いドリルでワイルドな魅力をさらにアップグレード。フッキングレッカー。タイヤの先にフックが。人助けなどにも役立ちそうだ。実にアメイジング。マッドドクター相変わらずキリコの走り方が可愛いと思ったら、しんのすけ君も意外と。え、もう終わり。ドライブタイプテクニック。気を取り直して紹介しよう。よりメカニックに洗練されたクールなボディ、第3のドライブタイプテクニック。子供に不滅の人気を誇る消防車、危険を顧みない人命救助、炎という脅威に毅然と立ち向かうその姿は、時代を超えた憧れの的であり、とにかくすごいシフトカーなんです。ローリングラビティ。推定10トンの重りで戦うが、あまり手繰りしたっぽくないね。でもベルトさん、そんなこと気にしない。 No problem。フルーツオンステージ。これは外部の力を借りた劇場版オリジナルのボディだ。アミガさん、抑えないと風で飛んじゃうのよね。
おっと、このナイスガイは誰だ。バイクにドライバー、シグナルバイク、ええ、変身ライダー。おう、これはドライブを超えるネクストシステムとして秘密に開発されていた仮面ライダーマッハではないか。ドライブのメカニカルな赤に対して白のスタイリッシュなボディ、シグナルバイクというアイテムを使ってさまざまな攻撃が可能だ。シグナル交換。ん？なかなかハイテンションのドライバーだね。変身するのはシジマコウ。そう、キリコの実の弟なんだよ。彼の登場がドライブの物語の新たなエンジンになることはどうやら間違いなさそうだね。シフトカーの力で市民を守る仮面ライダードライブ、日曜朝8時絶賛放送中。いい仲間じゃないか、しんのすけ。